クラウド病んじゃうよ、そんな。これはあとはどうしたらいいんだ？他の3人にまた話しかけるのか？あ、今度は給水塔の思い出か。なるほど。でもそれは本当っぽくない？あ、ほらほらほら、やっぱそうだよ。焦っちゃダメ、クラウド。答えを急いで自分を追い詰めないで。たくさんの小さな思いを確かめながら戻っていけばいいのよ。ゆっくり、少しずつね。そう、例えばあの星空の満天の星たち。夜空のか。あー、ここでそういうことか。どん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 回想をして、クラウドにちょっとずつ思い出してもらうのか。最初から、ね。あー、でもここは本当っぽくない？クラウド思い出して。そうだね、クラウドがいて、ティファがいて。そう、私この服を着てた。あ、そうだった。クラウド、背低かったんだね。かわいいね。いつかセフィロスが言ってたけど、クラウドは私の話に合わせてこの記憶を作り出したって言ってたけど、この星空はクラウドが自分で考え、うん、思い出したのよ。星がとっても綺麗な夜、クラウドと私二人で給水塔でお話しした。だから私はどんな時でもあなたは本当のクラウドだと思っていたの。ああ、このだから記憶は正しいんだ。私はあなたがニブルヘイムのクラウドだって信じてる。でもあなた自身は信じてない。この記憶だけじゃ足りないね。ああ、でもやっぱあれは正しそうだね。ねえクラウド、それなら他の記憶は？うん、記憶じゃない。記憶って頭の中から無理やり引っ張り出さなくっちゃならないでしょ。だから間違ってたり形が変わっていたり。でも胸の奥に眠る思い出は違うわ。きっとそれは偽物なんかじゃない。もしそんな思い出を呼び覚ますことができれば。そうだ、何かしら私に関係ある思い出はどう？私があなたに言って、そのことをあなたが思い出すんじゃなくて、クラウドが何か言って、もし私もそのことを覚えていれば、それがあなたと私の思い出。ねえ、何か話して。何でもいいから、あなたにとって大切な思い出を。そういえばクラウドはどうしてソルジャーになりたいって考えたの？私にはあなたが突然決心したように思えたんだけど。あ、悔しかった。認めて欲しかったんだ。強くなれば認めてもらえる、きっと。なんだ、声が二重に。認めて欲しい。誰に？誰に？だってわかるだろ、ティファニーだよ。私に？どうして？ティファ、忘れちゃったの？あの時のこと。あなたは。ごめんなさい。何のことを言ってるの？え？今度はこいつに話しかけんのか？うん、いいんだ。ティファ、あの時は大変だったしね。自分のことで手一杯だったから、あの時の俺のことなんか覚えてなくて当たり前だよ。あの時の俺のこと？なんだ？あの時。俺にとっては大切な、悔しかったけど、すごく大切な思い出なんだ。言ってみる？え？なんだ？さあ、早く。封じ込められた、密かな願い、大切な思いは、誰にも知られることなく。何の願い？何の思い？なんだ？あれは何を指しているんだ？この窓が、どこに通じているかわかる？ティファ、それじゃあ行くよ。この思い出は、なんだろう、今までに描かれてなかったのか。あ、ティファの部屋かな。あ、ティファの部屋だ。なるほど。私の部屋？俺、この日初めてここに来たんだ。そうだった？いつもは外から見上げてるだけだった。え？おい、見ろよ。何、勝手に入ったってこと？あ、違うな。クラウドが来てるぞ。あ、この村には子供たちも結構いたんだ。あいつ、入ってくる気かな？え、どういう関係なんだ、君たちは。この日、クラウドが初めて私の部屋に。そうだったよね。家は近所なのに、私、クラウドのことをあまり知らなかったんだよね。
ずっと小さな頃から仲良くしてたと思ってたのに。この子供たちは何なんだ？なんでそんなティファを取り囲んでんの？そういえば、クラウドが私の部屋にいる風景って記憶にない。一緒に遊んだ記憶もない。私のクラウドとの思い出は、いつでも星空の給水塔が始まり。ティファはね、いつでもこの仲良し三人組と一緒だったんだ。そうだったね。俺はみんなバカだと思ってた。え？いつもどうしようもないようなことでケラケラ笑ってさ、子供っぽかった。もうそれに憧れてたんだよね、きっとね。だって子供だもん。わかってる。バカだったのは俺なんだ。本当はみんなと一緒に遊びたいのに、どうしても仲間に入れてって言えなかった。そのうちさ、俺はみんなと違うんだ。あんな子供っぽい奴らとは違うんだって思うようになったんだ。でも、もしかしたら。え？なんだ、クロードの精神が。もしかしたら、声をかけてもらえるかもしれない。そう考えて、みんなの周りをうろついていた。どうしようもなくひねくれていた。そして、弱かった。給水塔にティファを呼び出したあの夜も、俺は考えていた。ティファはきっと来てくれない。こんな俺のことなんか嫌ってるって。そう、あの時は突然だったね。私もちょっとびっくりした。でもね、確かに私たちはそれほど仲良しじゃなかったけど、クラウドが村を出てからあなたのこと本当によく考えたのよ。クラウドはどうしてるかな？クラウドはソルジャーになれたのかなって。クラウドの記事載ってるかもしれないから新聞だって読むようになったの。ありがとう、ティファ。あと、こいつに言ってやってよ。きっと喜ぶよ。うん。あれ？ねえ、この日、何があったの？何か特別な日？この日はね。なんだ？何があったの？ティファも動かせないし、ティファのお母さんが。え？なに？ママが死んじゃった日。あ、だから落ち込んでたのか、ティファは。ママに会いたい。なるほど。で、なんでリブル山に行くの？あの山の向こうに何があるのかな？え、ティファは勝手にリブル山に来たのか？リブル山は怖いよ。何人も人が死んでるからね。生きては越えられない山。じゃあ、死んだ人は？ママは山を越えて行っちゃったの？ティファのお母さんはなんで亡くなったんだろうな。私、行ってみる。え、そんなみんな急にティファを。え、なにびっくりした。急にどうした？誰に話しかけたらいいの？どこをどう歩いたのか覚えてないんだ。ティファが足を踏み外して、俺は慌てて駆け寄って、でも間に合わなかった。二人とも崖から落ちたんだ。この時は膝をすりむいただけで済んだけど。お、あれは？あ、パパじゃん、あれ。ティファパパ、クラウド、どうしてこんなところへティファを連れ出したりしたんだ？あ、あのガキどもがなんか変なこと言ったのか。まったく、お前が何を考えているのか全然わからん。ティファにもしものことがあったらどうするつもりだったんだ。なるほど、あのガキでもクラウドのせいにしたんだ。嫌な奴らだな。ティファは7日間意識不明だった。死んでしまうかと思った。俺がちゃんと助けていれば悔しかったんだ。何もできなかった自分の弱さに腹が立った。それからティファはいつも俺を責めるような気がしてさ。俺は慌てていった。誰構わず喧嘩を仕掛けて。ああ、そんな時だ。セフィロスのことを知ったのは。セフィロスのように強くなりたい。強くなればみんな俺のことを。ああ、なる、そういうことか。あのガキどもやべえな。強くさえなれば、ティファだって俺のことを認めてくれると。まあ、やっぱ結局ね、子供の頃からクラウドはもうティファしか目になかったんだよね。そうだったの、クラウド。ごめんね、クラウド。あの時のこと、私がちゃんと覚えていれば、もっと早くに。ティファのせいじゃないよ。俺のせいだ。なんか急に二分身したね、あの黒い闇みたいなやつと。でもあれは、確か私たちが8歳の時よね。
そうよ、見つけたわ。クラウドは5年前に作られたんじゃない。幼い日のその思い出は作り物なんかじゃないもの。あー、これいいね。幼い日の思い出ってなんかね。クラウド頑張って、あと少しよ、本当のあなたを捕まえるの。行きましょう、もう一度ニブルヘイムへ。おー、一体化したね。え、もう一度ニブルヘイムにっていうことはここに行くのか。おお、ここでついに分かるのか。あの時クラウドが、これは来る。待って、クラウド、どこに行こうとしてる。どこへ行くの。マコーロ、マコーロへ。5年前のマコーロへ。あー、マコーロか。そうだね、そうだね。ティファが切られました。ここ本来ならクラウドのはずなんだよね。いや、マジ背骨バキンバキンの首の骨もバキンバキンなんだよな。あ、助けに来たのはザックスなんだ。あ、クラウドじゃない。え、そうなの？ザックス、ザックス、ザックス、思い出したのね。へえ、あ、そうなんだ。そうなのよ。セフィロスとニブルヘイムに来たのはザックスだったのよ。それじゃあクラウドはどこにいたの？わ、派手にやられたね。ねえクラウド、あなたはこれを見ていた。え、このポットの中ってこと？見て、いた。え、あれがクラウドなのか。あ、そうなんだよね。そうそうそうなんだよ。あれがクラウドなんだよ。ほん、うわー、ネタバラシか、ここで。うわ、誰だ。母さんを、ティファを、村を返せ。あんたを尊敬していたのに、憧れていたのに。ええー、真相はこれなんだ。クラウド？お、ついに脱ぐか？おー、来たー。最大のネタバラシ。そうだったんだ。あー、ようやくね。ようやくだ。一緒にいたのね。私を見ていてくれたのね。あー、よかったよかった。やっとネタバラシだ。うん、覚えてる。これクラウドだったんだね。だから、そっか、クラウドだったんだ。なあクラウド、気分が悪いならそのマスク取っちゃえば。ああ、いやー、マジザックスクソかっけんだよな、本当に。そう、これが俺だ。おー、これでようやくなんかね、ほんと一気にネタバラシ感が出た。俺ソルジャーにはなれなかったよ。うわ、なんかこんな、うわ、覚えてるよ、このシーン。クラウドやってたもんな。絶対になってやるって言って、村を出たくせに。うわ、もうザックスの代名詞ね。スクワット。恥ずかしくて、誰にも会いたくなかった。あー、なるほど。だから明かさなかったんだね。あ、でも、俺、兜取ってるよ。あ、やべやべ、つって取りに行ったのか。なんで来ちまうんだよみたいな。どんな気分なんだ。あー、でもそうだよね、ザックスに話しかけてるとしたら変だもんね。久しぶりの故郷なんだろ。ザックスの故郷はだってなんかあの村だよね。なんかおじいちゃんとおばあちゃんがいた。あー、これはクラウドに向けられていたんだ、俺は。あー、いや、まあ分かってはいたけど、なんかね、すごい感慨深いね、こうなってくると。来てくれたのね。約束、守ってくれたのね。ピンチの時にちゃんと来てくれたんだ。ごめん、行くのが少し遅れた。
あー、かっけー。いいのよ、クラウド。いいね。これでちゃんと、あ、セフィロスが出てきた。母を連れているのか？お前ごときに。まあ、そりゃそうだね。ぶち切れるよね。たった、なんか、あれは何持ってんだ？なんだ、あれは。首？あ、首だね。ジェノバの首持ってやがる、あいつ。バカ怖えな。でもセフィロスは死なないんだ、刺されたぐらいじゃ。てか、よく復讐しなかったね。クラウド、セフィロスにとどめよ。てか、お前バスターソードどこやった？ あれ？どこやったんだ？セフィロス！いや、もうそんな後ろからやっちまえよ。まあ、そりゃそうだよね。図に乗るな。まあ、そりゃね。いや、まあ、そりゃそうなりますわ。力の差がだって違うもんね。よく戻ったな、今、下に。そんな、バカな。なんだ、何がそんなバカななんだ。どういうこと？え？クラウド君、すごいじゃん。え？クラウドってそんな強かったの？それは予想外の展開。セフィロス消滅。物語噛んじゃん。FF7 終わり、ここで。これで全ての記憶が整ったのか？クラウド。それじゃあさよならだ、ティファ。また会うために、ね。これでもうクラウドが自分はやっと一般兵っていうのを自覚したというか、思い出したというか、一つに戻るのか？こうやって記憶の一部がどんどんクラウドを形成していくんだね。へえ、面白い。で、最後空中にいるクラウドは？ああ、なぜか引き寄せられると。あの子だけ納得してなさそうだけどね、上にいる子。あれクラウドの本体なのかな？無理やり自分に取り込んでいく。え？ 何これ？クラウド、うわぁ。何そのキペーンって。音ダサ。これでもうクラウドが自分は一般兵だったことを自覚したのかな？ティファ。あ、クラウド、本当にクラウドなんだね。あ、ティファ、やっとまた会えたな。ああ、もうこれで完全復活か？バカ、みんなに心配かけて。クラウド、大丈夫？声が、奴らの、これはウェポンの声ってことか。そうか、私たち、ライフストリームの中にいるんだね。みんな待ってるよ。帰ろう、クラウド。みんなのところへ。あ、そうだな。帰ろう、ティファ。一緒に。おー、クラウドは、あれなんだね。戻れるんだね。でも自分の力で。そんなところなんだ、ライフストリームの中って。なるほど。助けてくれて精神世界をさまよっていたのか。そういう描写か。おい、大丈夫か？ティファ。うん。あれ、ライフストリームめっちゃ綺麗じゃね？バレット、帰ってきたのね、私。クラウドは、彼は、大丈夫？あ、心配だね。しぶとい野郎だぜ、まったく。ねえ、バレット、私、ライフストリームの中で、本当のクラウドを見つけたんだ。私が見つけたんじゃない。クラウドが、彼が自分自身の力で見つけ出したんだわ。ああ、わかってる。疑ったりして悪かったな。しかし、お前には負けたよ。大した女だぜ、まったく。自分って、人間って、自分の中になんて、たくさんのものをしまっているんだろうな。なんてたくさんのものをか。ニュアンスっていうか、あれミスったわ、発音。なんてたくさんのことを忘れてしまってしまえるんだろう。不思議だよね。
おい、ティファ、しっかりしろ。ティファ？今度はティファが落ちちゃった？これでクラウドは完全復活したのか？みんな、すまなかった。なんて言ったらいいのか。もういいよ、クラウド。謝ってばかりだからね。俺は元ソルジャーなんかじゃない。みんなに話した5年前の出来事やソルジャーとしての話は俺自身が作り出した幻想だったんだ。大見え切って村を出たのにソルジャーになれなかった俺。それを恥じた弱い俺は親友だったザックスから聞いた話、さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。そしてその自分を演じ続けていたんだ。ああ、これでもうなんかはっきりしたね、完全に。幻想かよ。その割には強かったじゃねえか。まあ、確かにね、一般兵の割には。体はソルジャーとほとんど同じなんだ。北条のセフィロスコピー計画というのは、何のことはない。ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。なるほどね。やっぱ素質はソルジャーなんだ。ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞を埋め込まれた人間なんだ。良くも悪くも心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバの流輪をも関係ない。でも、弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。ジェノバ細胞とセフィロスの強い意志、そして俺の弱い心が生み出した人間、それがみんなが知っていた俺、クラウドだ。ああ、なるほどね。俺は幻想の世界の住人だった。でももう幻想はいらない。俺は俺の現実を生きる。ひねくれ者のクラウドくんね。それじゃあ今までと変わんねえぜ。かっこいいバレット。てかバレットの言葉が一番刺さるな。ところでクラウドさん、これからはどないするんですか？まさか、船から降りる、なんて言わんといてよ。メテオが降ってきてるのは俺のせいだ。まあ、そうだね。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。おう、星を救う戦い、続けるんだな。バレットがよく言ってただろ。おう、あれだな。なになに？わからないよ。私たちが乗った列車は、途中では降りられない。俺たちが乗っちまった列車はよ、途中下車できねえぜ。いや、あ、くそかっけえ。やべえな、めっちゃテンション上がるわ。さあ、お帰り、クラウド。こっからが君の物語だ。はーい、よっしゃ。じゃあ、続いて、こっからはどこ行ったらいいんだ？いや、もう今回長かったね。いや、一旦今日はもうここまでにしよう。次回、この続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。